はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、ね、バージョン 7.1 日付もね決まりました。まあ正直ね、結構次のバージョン 7.1 がね、まあ燃え上がってるっていうかね、すごい賛否両論のね意見があってね、おい、まあ、ふざけんなっていう声もあれば、ああ、よ、いいじゃん、いいじゃん、みたいな声もあるんですが、様々な、もうすごいね、僕らプレイヤーは感情が忙しかったよね。お、こんな、何、回収もしてくれるの？もうこんなコンテンツ作るの？ていうか、そこなんでそこ触るんだよ、なんでそこ増やすんだよっていうような、まあ、めちゃくちゃ感情が大忙しのね、バージョン 7.1 のね、アップデート情報でした。まあやっぱりね、提案掲示板を見てね、ここも回収しよう、ここも回収しようっていうね、まあドラゴンクエスト10って割とそのプレイヤーの声を聞いてくれるっていうことが多いのよね。うん、だからね、運営さんとしてはすごく、ね、頑張ってくれてると思うんですが、まあ一部ね、めちゃくちゃずれてるよねっていうね、回収の仕方があるんですよね。ということで、これね、ちょっとね、バージョン 7.1 の情報が来る、このドラゴンクエスト TV が来る前に、実は高吉チャンネルね、リスナーさんにね、まあ、こういうことしてほしいんだよ、こういうことを提案があるんだよっていうことをね、まあ、いろいろ言ってくれたんですよ。まあ、それをまとめた今日は動画なんですが、第1回、リスナーさんが思う、運営さんに声を大にして伝えたい提案チャンネルということで、まあ、第2回、第3回はね、これ今後ね、この反響があればやっていきたいんですけどもね。まあ、今日はとにかく、7.1 っていうかね、まあ、今後、7.2 とか、まあね、やってくれればいいな。これが運営さんに届いてくれればいいな。まあ、このチャンネルがね、見てくれてるかどうかわかんないんですが、まあ、ということをね、詰めてみました。ということでね、早速ね、その提案を見てもらいましょう。まずはこちら、一番最初に声がでかかったのが、でかかったっていうか、わりかし、おーって称賛得たのがこちらの提案。スゴロクをもっとマップを増やすとか、アイテムとか変えてほしい、袋紙集めで飽きるということで、まあ、スゴロクのコンテンツですね。まあ、まずマップを増やす。そう。アイテムを変える。これ変えると割と今の初心者さんってスゴロクでも上端以上の指輪だとか、まあアクセサリー、初期の方のアクセサリーが取れやすいからスゴロク行きたいよっていう方もいるから、変えるっていうよりはまあ増やすっていう、まあ例えば、まあ、中級者もね欲しい、アクセサリー、まあ後半ぐらいかな、中盤から後半ぐらいのアクセサリーかな、まあといったようなものを増やせばいいんじゃないかなっていう感じでしょうね。まあ、あとは福の神集めで飽きるのでっていうのは、多分福の神コイン主に目的で行ってるからこのスゴロクって飽きるんだよねっていう意味なんでしょうね。だから目的が福の神のコイン集めのみで、スゴロクやってるから面白くないっていう、まあ、意味のコメントなんでしょうね、これは。まあ、確かにね、まあ、初心者さん以外のアクセが全部揃ってる方っていうのはまあ面白くないよね。まあ、ただなんかやっぱり僕らのイメージではスゴロクイコール福の神コインだから、福物件増やすのはスゴロク行けばいいよねっていう、まあイメージもありつつありますからね。そしてこちらもね、確かにと思った。スゴロクもただ単純にマップ追加じゃなくて、既存で行く理由のないマップも回収してほしい。マップごとにアクセ特化とかコイン特化とか、これは確かに納得できました。一番最初のマップとか、まあ砂漠はたまにいるけどね、ごくまれにね。ただやっぱりね、コイン稼ぐ、アクセ稼ぐって思うんであれば、まあね、銀のマップだとか、まあドレアムなんかは人形も取れるからね、まあそこの2択だよね、今はね。まあ初心者さんからすれば一応全部のマップやってきたいよねっていう人もいるよね、中にはね。オートマッチングでもね、初心者さん入ったとしても選ぶことはかなわない。そして例えばまあ、チーム面だとかルームだとかフレンドとか行ったとしても、どうせ多分ね、コイン集めとかアクセ集めだったらそんなとこやるよりも銀マップ、ドレアムマップ行った方がいいよって言われて大体連れてかれるパターンもあるよね。だから初心者さんで行くなら本当に初心者さん同士集まるか、もしくは1人とか2人でやるしかないよねっていう選択なんだよね。
うん、だからそこで初心者さんが選びやすいように、まあ、選ばれてもいいように、初期マップだとかその砂漠マップにも何かもっとねこうアクセがすごくこういうアクセがもらえるようだとか、まあ、先ほど言ってた 初級中級上級のアクセを分けてそこに入れるだとか入れるだとかしたらさ、マップの使い道っていうのは増えるよね。そしたら初心者さんも行きやすいので、なので、ね、マップをもっとねそう特化すればどのマップも選ばれやすいんじゃないかとは思う。僕もこれはいいなと思った。そして続いてカジノと小さなメダルって伝統的なコンテンツなのにずっと放置されてるんですよねっていうのが景品のことですね。カジノの景品も変わり映えがないし小さなメダルも変わり映えずっとないよね。もう小さなメダルなんか、まあ、特にエンドコンテンツっていうか、まあ、やってる人からすれば葉っぱだけもらいに来るようなもんだもんね。もうあの小さなメダルおじさんじゃなくて葉っぱおじさんだよねあの人ね。もうウサギかっていうね、ウサギおじさんかっていうね、それぐらい葉っぱしか交換する用事がないところだよね。まあぐるぐるメガネとか使えるからね、まああとは綿あめ落とすメガネか、ああいったものと交換する人はまあいるんでしょうけども、とにかく小さなメダルで交換するものが他にメリットがないからね。まあメリットのあるものが出てきてほしいよね。続いてこちら、次は占い師のカードを強くする回収にしてくださいということで、まあ安西さんがちょっと似合わせなことを言ってましたよね。カードもしかしたら新しいカード来るかもしれないよって。まあといったところなんですけども、カードが来たところでまあやる人が少ないですからね。僕ねそれよりもっとね占い師強くするうんぬんじゃなくて、占い師を使いやすく誰でも使いやすくするようなね、回収のがいいと思う。例えばどういうものかというと、まあ、僕が思う占い師 なんとかパックっていう、まあなんだろう、運営さんがおすすめだと思うようなタロットカードの構成だとか、まあよくソシャゲであるよね、オートで、おすすめのやつを構成を勝手に組み込んでくれるみたいな、あれね、プログラムね、あれを作ればいいんじゃないかなって。要はチュートリアル的なね、例えば幻惑タロットパックはこんな感じですって言って勝手に組み込んでくれるみたいなね、幻惑が欲しい時に、で眠りのやつはこれがいいだよ、こういうのがあればおすすめだよ、例えば攻撃パックだとか、まあそれで範囲攻撃なのか、じゃあ塔とかね死神を組み込んだ範囲攻撃満載なものか、もしくは例えば力で攻めれる戦車タイプの攻撃タロットパックだとか、まあそういった勝手に運営さんがおすすめでこう構成してくれるようなチュートリアル的なものがあればいいよね。でさらにそっから、これをもっと入れたら、眠りをプラスいたり強行これを加えたらもっと使いやすくなるなと、自分なりのオリジナルなデッキがこっから枝分かれに作ってくれるっていうようなね、楽々モードがあればいいんだけどね。今なんかゼロから全部ねカードを作ってそっから組み合わせてっていうことをしないといけないからね。例えばこのカードとこのカードを組み合わせて、こういうことができるからっていうひらめく人はいいんだけどね、ひらめけない人は自分でオリジナル探さないといけないし、めんどくさくなってやらなくなるよね、そんなもん途中から。だから僕も占い師の回収はやってほしいしね、僕個人的に占い師大好きだしね。でも組み込むのは難しいよっていう人のために、勝手に運営さんがおすすめでこうある構成のタロットパックをねポンって、まあ、チュートリアル的なものでつけれればね、もっと楽にね皆さん占い師もねできるような気がするんだけどな。ちょっと占い師っていう職はもったいないよね。続いて、まあ、パニガルム関係ですね。まあ見事ありましたがね、緩和っていうべきなんでしょうか。ちょっと首をひねるような、うん?って思うような、まあ、今回、女神の木っていうか、パニガルムの、まあ、調整だったんですが、まあ、こんな提案をいただいてました。庭レベルとかいう要素をなくしてくれ!いや、まさにその通りだって、もう、なんか、だいぶ緩和しましたって言ってね、まあ、レベル上限を下がったりね、まあ、緩和してくれたりっていう部分はあったんですけど、いらないじゃんって、もう、特化で全部作れればいいじゃんっていうね。あれがあるからちょっとやりにくいんだよな。もういいじゃん2話レベルっていうね。そもそもここなんですよ。まあ多分座談会でも多分ね話されたって内容を見たんであれなんですけど、パニガルムがそもそもの枷になってるんですよね、初心者さんが。やっぱり初心者さんから目線
からすれば、パニガラムが、はい、明日から、アプデから来ますよ、じゃあ皆さんゼロからスタートで用意ドンっていうのと、初心者さんが今後入ってきて、その今から創生玉3000以上必要ですっていう状況度違いますからね。まあ追いつく必要はもちろんないんですよ、その昔からやってる人。違う、そこ目線そうじゃなくて、追いつかないの目線じゃなくて、3000が辛いんですよ、貯めるのがね。まあそこは次元流で頑張れよって話だと思うんですけど、いや今後ともどん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 アップデートごとに増えていくわけでしょ、もっとさらに上限が増えていくわけだよね。ってなると、ゼロスタートから始める新キャラクターにとっては地獄なんですよね。だからせめて、そうそう、 V7 から始める創生玉が1500個持ってるだとか、例えばパニガルムじゃあ初めての人でね、じゃあ最初ボーナスで1500個渡すねぐらいはもういいんじゃねと思うんだけどね。半分ぐらいはもういいよねっていうね。ここなんですよ。ステータスがかなりね、ものを言う世界なんですから、そこをゼロから始めるのはちょっと辛いよね。だからレベル上限と一緒だよね、これ、レベル上げか。レベル1からスタートするのとレベル100からスタートするのじゃ、だいぶ差が違いますからね。今、レベル130過ぎ3ですもんね。33上げるだけでもいいよね。かなりそれだけでも楽になるよね。だからそういうことなんですよね、運営さん。せめて創生玉を半分ぐらいはちょっと持ってほしい。今だってガーディアンとね、常食だったら100スタートですよね。せめて創生玉も1500個スタートでいいんじゃないでしょうかと思うんだけどね、僕も。続いてこちら、迷宮はマップ短縮するか、宝でいいものが出るようにしたら通常も盛り上がるかも。まあ今やもう迷宮といえばアクセを取りに行くだけだとか、まあね、あとはレベル上げのメタキンだとか福引券の福の神コインをやるだけのものだったよね。昔なんかはやっぱりちょっと仕様が違って、まあ、通常迷宮のワイワイやりながらね、そこで、まあ、フレノさんになったりとかね、結構楽しかったもんね。コンテンツがないからね、まあ、迷宮で遊んでるっていう形が多かったんでしょう。迷宮がコンテンツ代わりだったもんね。まあ今やその迷宮も他にたくさんコンテンツあるから、多分日課として増やしたら多分辛いんだろうけど、でも行ったら行ったで迷宮も楽しいよっていう、行く理由がちょっと迷宮も欲しいよね。ボスもまあずっと変わってないしね。宝箱の中身、いまだに魔法の小瓶ですからね。まあ初心者さん嬉しいかもしんないけどね、魔法の小瓶。ちょっと微妙だよな。まあせっかくさ、魔法の迷宮行けばさ、無条件で結晶装備が 100% キラキラ光るっていう仕様があるんであれば、まあ初心者さんなんかはそこでね、結晶装備作って、さらにはねアイテムを充実してうかうかしてっていう、通常迷宮行ってもいいことあるよ。通常迷宮行くとこの宝箱がこういうもの中身入ってこういうのに変わってるよっていうことを変更したらいいのにね。そしたら通常メイク行く理由にもなるし、さらにはその初心者さん同士でフレンドになりやすいよね。まあ受け口がさ、その一つしかないから、その初心者さんのみ、中級者さんって区別がまあしづらいから難しいんだろうけどね、それがね。まあでもそしたら宝箱の中身がちょっと変わればね、迷宮に対するね思いも皆さん変わってくるんだと思うけどね。迷宮にも実績とかあれば面白そうですね。防衛軍みたいな実績ではなく、良いアイテムをもらえるような、まあ先ほどと同じような感じでしょうね。まあ実績ってやってしまうと義務で、やらないといけないって思っちゃって、まあちょっとね、週間日課が増えてしまうっていう、まあプレッシャーがまた増えてしまうので、まあ軽めに行って、まあ例えばこれが経験値だとか特訓ポイントとかでも面白そうですよね、あのロスターとかの。まあなんで迷宮に何か面白いよっていうようなね、また新たにコンテンツを作ってもらうとね、迷宮ももう少しね盛り上がるんじゃないでしょうか。まあ迷宮に対してそこまで求めてない人も多そうですけどね。あそこはもうコインボス行くだけでもいいっていう考えも方もちょっといそうですけどね。これは確かにと思った。せめて転生教のフィットネスにブートキャンプのお題を出すのにやめてほしい。関係ないよね、転生教ってね。ブートキャンプ、まだ魔界のまあ、大魔王のお題に出るんだったらね、わかるんだけどね、なぜ転生教にフィットネスのね、お題を出すんでしょうかね。続いてバトル関連からはこちら、ドン。
バトル関連すべて10分制限にしてほしい。20分とか苦行、わかるな、めちゃくちゃわかるんだよこれ。でもこれすごい賛否両論分かれそう。いや今のデルメゼだから楽しいんだよだとかね、まあ10分にしたらねヒットポイントをねそんなにね強固に上げることできないから、じゃあどこでごまかすかっつったらさ、まあ今の火力でそのままでね、ギミックでごまかすしかなくなってくんだよね。だからギミックがすごくね鬼畜なギミックになってくっていうようなね方向性になってく可能性もある、あっちゃうんだよねこれ。バトル制限時間その10分制限にすると、うん、今のトガ人みたいにね、まあわかる。でも聖職者がすごく好きだよって言ってる人は多分20分これノーだ、ノーって言いそうだよね。聖職者を20分にするなんてとんでもないっていうような感じなんでしょうね。けど20分とかさ集中力持たないんだよね。例えば赤まで行ってさ、そこで一気に全滅してまた白からってなるとね、もう臭いの瓦みたいだよね。どんだけさ石を積んでもさ鬼にこう石をこう潰されるっていう、どんだけ高く積み上げても潰されるっていうような感じなんだろうな。その絶望感味わうもんな。まあそこは緊張感ってねピリピリしてね、赤からちょっとね慎重になって行動慎重になってっていうピリピリ感を味わって楽しいっていう人も中にはいるからね。これはすごくかなり賛否両論の意見が分かれそう。いやただ僕はなんとなくこれすごく分かります。はい、続いてはこちら最後かな。はい、提案と聞いて特技のコピーが欲しいです。どの武器でも使う特技、風切りとかをコピーして増やせれば武器をいろいろ変えても特技一変更しなくてもといらないですかねって、まあ思う最後のいらないですかねって僕は思いますっていう、まあ、意味だったと思うんですけど、ちょっとこれを聞いてうんって思う方、まあ分かりづらいよと思う方、これね僕もね最初は分かりづらかったんだけど、あ聞いて納得した、あこれは確かに便利だ。で分かりやすくこちらね、コマンド配置に槍のくくりの一つの窓に不動の構えを置いて、別の窓にハンマー窓にも不動構えを置きたいってことかなっていうことで、ちょっとあ納得っていう感じになりました。まあ多分おそらくですけど、これカーソルを記憶してる人だけなのかなってちょっと思うんだけど、どういうことかというと、要は特技をコピーしてどこを開いてもその常に、その特技を見えるようにしてほしいっていう提案なんですよ。クイックアーツ、まあ、バトルマスターには必ず必需品ですよね。あの攻撃力上げて移動速度上げるっていう。クイックアーツっていうコマンドを常にどこに開いてもあるような状態にしてほしいっていうことですね。例えば、じゃあクイックアーツ、1ページ目にはクイックアーツと、片手剣の特技、2ページ目にはクイックアーツとさらにはハンマーの特技といったように、どこを、見てもクイックアーツが使えるよっていうようなコピーが欲しいってことですね。確かにカーソルを記憶してると、その記憶した最後のところで終わってしまうので、離れた特技の、コマンドがねちょっと使いづらいよっていうことなんでしょうね。まあリセットすればいいかもしんないんだけど、そうなるとまたさらにね、離れたところの、コマンドも使いたい時のためにまたそのリセットされてしまうと最初に戻ってしまうので、まあ記憶してるんでしょうね。まあ記憶してランドインパクトならすぐランドインパクトってやりたいんでしょうね。だから常に、コピーが欲しいってことなんですけども、確かに記憶してる人はねこれ欲しいコマンドではないんでしょうかね、これコピーね。はい、ということで今日はですね、第1回リスナーさんが思う運営さんに声を大にして伝えたいこと、提案チャンネルでした。ちょっとね提案掲示板にこれ上げてほしいよねっていうのねあったからね、まあ代表して僕上げようかなっていうね、まあ評判が良かったらねと思うんですけど、まあ皆さんこれを見ていかがだったでしょうか。賛否両論のちょっとね意見のね提案もあったんですけどね、なかなかねそのすごろくとかはねやっぱりね僕は思いますね。新しいマップ増やしてほしいとか、まあ今後ともバージョン7っていう、まあ安西さんのコンセプトとしては古いものを新しくするっていうね、まあそのコンセプト入ってるので、まあ迷宮とかすごろくとかも中には入ってるんでしょうかね。考えてくれてるんでしょうかね。まあとりあえず思うことは、極地なんかより今この提案したことの方が絶対有意義だと思う。
って思うですね。はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。